んにちは、シーナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ RVF400 のご紹介となります。こちらはですね、レーサーレプリカ時代に、ね、発売されました V 型4駆動エンジンを搭載した車両となります。非常にですね、コンディションのいい車両となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずね、フロント前です。ヘッドランプ、こちらね、根っこ目のヘッドランプとなります。2灯のヘッドランプですね。大きなレンズ割れ、そういったところもございません。そしてね、アッパーカールはこのね、エラの張ったアッパーカールとなります。はい、大きなね、カール割れ、そしてね、スクリーン割れ、そういったところもね、ございませんね。はい、それではね、足回り、フロントフェンダーとなります。こちらもね、ボディ同色となります。大きなフェンダー割れ、塗装剥がれ、そういったところもございませんね。はい、そしてね、フロントフォークは倒立のフロントフォークとなります。もちろんですがね、大きなオイルにじみ、そういったところもね、ございません。転倒によるね、フォーク、傷、そういったところもございませんね。はい、ではね、ホイールです。ブラックのホイールとなります。大きなガビ傷、曲がり、もちろんございません。ブレーキはダブルディスクとなりまして、錆腐食、キャリパー固着、そういったところも特段、見受けられません。はい、ではサイドマッペ、カウルですね。はい、RVF のね、ロゴはしっかりと入っております。転倒による大きなカール割れ、塗装剥がれね、そういったところもね、見受けられませんね。はい、そしてですね、フレームです。アルミのね、ツインチューブフレームとなります。こちらも転倒による大きなね、傷、そういったところもございませんね。はい、そしてね、ステップです。ホンダオリジナルステップとなります。転倒による大きなね、削れや曲がり、もちろんございませんね。はい、ではですね、リア足回りです。こちらの車両の特徴ですね。ホイールはこれ肩持ちプロアームとなります。フロント同様ブラックのホイールですね。大きなガリ傷や曲がり、そういったところも見受けられませんね。はい、ではね、リア回りです。はい、フェンダー付きでですね、当時オリジナル状態キープという形になりますね。はい、そしてね、なんとマフラーは左出しとなります。ファディダディのマフラーとなります。サウンドは後ほどご紹介したいと思います。はい、シートです。はい、フロントシート、タンダムシートともに大きな破れ切れありませんね。はい、そしてタンクです。はい、こちらもね、転倒による大きなへこみ、傷などね、ございませんね。はい、そしてね、タンクにはね、この冷却のエアダクトが装着となります。はい、ではですね、タンク内ご紹介いたします。はい、タンク内です。こちらも大きな錆色出ておりませんね。はい、そしてね、レーサーレプリカらしくですね、ハンドルにはですね、ステアリングダンパー装着となります。はい、非常にね、走行安定性が良くなると思います。はい、ではね、エンジン始動いきたいと思います。はい、お願いします。はい、問題の線、バグラウンです。はい、いかがでしたでしょうか。V 型4駆動サウンドね、今ではなかなか聞けないサウンドとなります。そしてね、なんと街乗りよし、サーキットよし、ツーリングよしというね、3拍子揃ったマシンとなります。ぜひ皆様のお問い合わせをお待ちしております。